秋葉公園から眺めた土地お城、本丸跡、土地お城跡の麓にある秋葉公園に立つ上杉謙信像土地お城の戦いとは、天文十三年、越後の戦国大名、上杉謙信が、当時の越後守護大で実刑の長尾春刑の要請により、土地お城に攻め寄せてきた越後黒人衆を破った戦い。天文十三年春、春刑を侮って、 越後の豪族が謀反を起こした。腰軍事であった15歳の影虎は土地を城に入っていたが、これを弱敗とか論じた近辺の豪族は土地を城に攻め寄せた。しかし影虎は少数の城兵を二手に分け、一体に笠松に陣を張る敵本陣の背後を吸収させた。混乱する敵軍に対し、さらに城内から本体を突撃させることで壊滅させることに成功。 波外れた指揮官としての才能を見せた謙信は、謀本を鎮圧することで偉人を飾った。謙信は、その後も連戦連勝して、国内の反乱を鎮圧。さらに晴れ慶に代わって、長岡を継ぎ、越後を統一する。伝承として、この時影虎に敵対したのは三条の長尾平、六郎と、黒龍城主の黒田秀忠であったとも伝わる。これは、天文14年。 黒田秀忠が、春日山城に攻め込んだのは、降伏して、再び謀反を起こした時であったという流れに、基づいているかと思われる。しかし、この時期の様々な伝承をそのまま信用すると、時系列に欠ける。例えば、黒田秀忠が、春日山城に攻め込んだ際、春日山にいた、長尾虎千代はの軒下に逃げ込み難を逃れたと、云々越後が混乱の時期に、 中越を抑えるため土地をへ派遣された影虎が、この時期に土地城を離れたとは考えがたい。そもそも信用できる資料が発見されていないため、どの伝承も信憑性に欠ける。ありがとうございます。